皆さんおはようございます。関根和夫です。お元気ですかえー、恵みの深呼吸、えー。今日の深呼吸の素材は何かというと、お花とおじさんなんですけれど、昨日はあのクリニックに行っておりまして、カウンセリングの仕事がありました。日中は結構暑くてですね、まあ日差しが、こうね、カンカン照りの日差しがあったんですけれども、クリニックの隣には小さなお花畑があるんです。 いろんな花が咲いていました。で、お昼休みに外に出ていくと、その畑の持ち主が、いつものように麦わら帽子をかぶって、草むしりをして、あるいは柵を直したり、花の手入れをしていたんですよね。で、またいつものように私は、そのおじさんに声をかけて、挨拶をして、いやー、いろんなきれいな花が咲いてますねー。 と言って挨拶をして、で、今度、ちょっと、あの、カメラを持って、後で畑に入って、撮らせてくださいね、てこう言ったら、そのおじさんは非常に機嫌よく、あどうぞどうぞ、いつでもどうぞ、とこうね、日焼けした顔で、えー、笑顔で私に答えてくれました。そしてまた黙々と草の種類を始めておられたんですけど、小さな花がたくさん咲いていて、蝶々も飛んでいて、日差しは明るく、なんかね、 こうカメラでその花をこうじっと見ていると何か小さな別世界にいるような気持ちになりましたでもふと黙々とクソ取りをしているおじさんを見ながらこのお花畑はあのおじさんの汗と愛情の賜物だなと思いましたちょっと写真も撮ったので後で見ていただきたいんですけれどそういえば東久留米の私の家の近くにあの住宅の ところにある花壇もそこに住んでいるおばさんたちが毎朝あれこれ忙しく水をまいたり草の種類をしたりして手入れに励んでいることをちょっと思い出したんですよね花は当然咲くのですけれども咲くための準備をいろいろな形で作り出す咲いたら一緒に喜ぶという姿勢いやこれは素晴らしいことだなと思いました花の命ってやっぱ短いですからねでも いやーこんなね綺麗にね咲いてくれたんだよねとこう喜んでいるおじさんとかおばさんたちの表情にはなんか愛する孫でも見るようなそんな雰囲気がこうにじみ出ていたんですよねお花のことが好きなんだなと思いました、えー、今日はお昼休みに稲町のバラ園に足を伸ばしてみようと思ってるんですけれどもあまあちょうど たくさん咲いてますよという情報をちょっと手に入れたので行ってこようと思っています。あそこもまた大勢の人たちの手が加えられて、えー、毎日毎日誰かが草をむしったりとか虫をね虫に食われてないかとかそういうチェックをしたりそういう形でケアされながら咲いてるんですよね。なんかこう人知れず小さな花を本当に大切に考えて ケアしながらその花が咲いたら喜ぶそういう心ってやっぱりいいよなと思ったんですよね、えー、おじさんが麦わら帽子をかぶって黙々と、ね、草むしりをしているその姿を見ながら思わず、えー、頭が下がる思いがしてなんか大きく深呼吸をしたんですけどねまあちょっと後で写真をゆっくり見ていただけたらと思いますどうぞ元気でいてくださいそして、 近くの花をゆっくりぜひ見ていただきたいと思うのです。それじゃあまた。